玉川沿いに並ぶ土蔵群うつぶき玉川は鳥取県倉吉市にある伝統的建造物群保存地区。通称は白壁土蔵群。国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。うつぶき山山麓を流れる玉川沿いに位置する。地区の南方に位置するうつぶき山には中世にうつぶき城が築かれ、 当地区はその城下町として発達した。宇つ吹城は、源田元年の一国一条例により、廃城となる。寛永9年以降、当地は、鳥取藩主池田家牢の荒押しが収めることとなり、宇つ吹山麓に、倉吉陣屋が置かれた。伝統的建造物群保存地区は、陣屋跡の北方に位置し、江戸時代初期から、 大正時代まで商業都市として栄えた地区で、江戸時代末期から昭和前期までの伝統的建造物は、本町通りの石州河原の町屋群や玉川沿いの土蔵群をはじめ、約100棟が現存する。1998年に4.7ヘクタールが重要伝統的建造物群保存地区として選定され、2010年には、既選定地区の西に位置する西中町、 西町などの区域4.5ヘクタールが追加選定された。2016年10月21日に発生した鳥取県中部地震により建物の漆喰壁が剥がれ落ちるなどの被害が発生した。ありがとうございます。